動かして配列が終わってよしここだなって時に相手やる。これぐらいのスペースが取れれるんですけど、これしかないの。逆に初めに行うのか、瞬間視点で行うのか、フィニッシング最後の方で行うのか。結論を言いますとここですね。もう今日の結論先に行けます。はい、皆さんごきげんよう、小島です。今日は大好評シリーズのインビザラインあるある、IPR はいつするのがいいのについてお話ししたいと思います。今日の動画を最後までご覧いただいたら IPR のタイミングいつするのかが明確に分かりますので、ぜひ最後までご覧ください。インビザラインあるあるはですね、一番人気なのが25万ぐらい再生されてるんでしたっけ。 25?25 ってやばくないですか。25ですよ、25万回再生です。ありがとうございます。まあそれだけすごく興味がある、もしくは皆さんが悩んでたりとかですね、ドクターだけではなくて患者さんも気になるのかもしれないというふうに思っておりますけども、今日の IPR は何かというと、インタープロキシマルリダクションですね。インタープロキシマルリダクションと言って、歯と歯の間に隙間を作ることですね。で、このインタープロキシマルリダクション、IPR はいつするのがいいのということなんですけど、いつってまず何って話から始めたいと思います。インビザラインをするようになって、その IPR というものがかなり標準化されてきてるんですね。もともと大学病院の矯正科に行った時にその IPR って見たこともなかったんですよ。ですけどインビザラインをするようになってから、ここに IPR 入れてくださいっていうのがどんどん入ってきたりとかして、 IPR ってってなったんですね。まず IPR で一番有名な論文があるんですよ。1995年に論文が発表された、このフィリオンってですよね。フィリオンの IPR チャートっていうのがあるんです。で、この IPR チャートは今からもうね、今2021年ですから、26年前ですね。の26年前のこのフィリオンさんのチャートによるとですね、ここの歯はこれぐらいの IPR 量がいいんじゃないのっていうのが出てます。で、僕も実際に患者様にはですね、この IPR チャートこんな感じなんで、この IPR チャートの論文に準じて考えてますってお話をたまにご質問される時がいたします。その IPR をするのはいつするのがいいのかと。で、その時に初めに行うのか、中間地点で行うのか、フィニッシング最後の方で行うのか、いろいろな考えがあるんですけど、結論を言いますとここですね。もう今日の結論先いっちゃいます。タイミングは必ずドクターが決めるのは大事ということですね。いつするのかってことなんですけど、この初めに行うのか、中間なのか、フィニッシングなのか、これはね、先生が必ず決めてほしいです。ね、インビザラインジャパンさんがこの時にしてねっていう紙が来るんですけど、分かりましたではなくて、先生がこの時にしたいと。患者さんによってお口の状態によっても様々です。例えば歯と歯がこう並んでる状態で、あ、ここでスーッと IPR 入れるタイミングがいいよっていう状態であれば、まあ、初めに行うことも可能ですよね。もしくは初めは少しこう傾いてる、この状態だとなかなか綺麗な IPR がなかなか入れられないかなと思ったら、動かして配列が終わってよしここだなって時に IPR 入れる。そしたら中間地点ですね。で、最後フィニッシングの時にあと少し真ん中を合わせたいっていう時に IPR というオプションが先生方があればですね、最後ピシッとフィニッシングを行う前にちょっと IPR をして真ん中の線を合わせたりとかね、できますから、フィニッシングで行うのは非常にいい。じゃあいつなのってことなんですけど、僕の答えはタイミングは必ずドクターが行うのが重要で、フィニッシングの時に IPR もしたい。あとは初めなのか中間なのかというのを先生が決めてほしいんで、2回行うのがいいと思うんです。1回で大きい量の IPR をするのではなくて、まずこの、ね、フィリオンの IPR チャートありますから、ちょっとここで貼っときますので、フィリオンの IPR チャート、これ参考にしてください。で、このフィリオンの IPR チャートを参考に、あ、ここまでできるんだ、全部しようじゃなくて、その中の半分を初めか中間で行っておけばいいですよね。それで残りの部分をフィニッシングのところに取っておけば、それは問題ないわけですよ。なので僕の今日のまとめを言うと、タイミングは必ずドクターが決めて、戦略もドクターが決める必要があると。いつするのか、この時だなと。その時の方が綺麗に仕上がるなと。で、さらにフィニッシングの時に IPR を行える用意をしておいて、でその量はこのフィリオンの IPR チャートからするといいよというところで考えています。じゃあ実際にフィリオンの IPR チャートの量を見てみたいですよね。ちょっと見てみましょう。フィリオンの IPR チャートはね、この
ね、僕たちの本、これにも出てますので、ぜひね参考にしていただきたいんですけど、結構ね、あの Google とかでフィリオンの IPR チャートってやると出てくるんですよ。すごくないですか。それぐらいね有名なんですよ。ここです。はい、これね、フィリオンのこの我々のこの本ね、この本のこの本のこのページに、ここに見えます？ IPR チャート、フィリオン1995年に書いてあるでしょ。でこれを見ますとね、上額のまず上額のアッパー1からアッパー2、アッパー3はね 0.6、 ここ 0.3 ってことですよ。 0.3、 0.3 で合計 0.6 ね。ここも 0.6、 変速 0.3、 0.3 で合計 0.6 ってことですね。で、アッパー4、アッパー5、アッパー6っていうのがあって、ここはね、1.2 なんですよ。0.6 なんで、ここ 1.2、1.2 と。今度はローワー1ですよ。ローワー1、ローワー2、ローワー3、価格ですね。で、ここが 0.2、0.2 なんで、合計 0.4。で、ローワー3、ローワー4、ローワー5、ローワー6ですけど、ここは 0.9、 0.9 で 1.2、まあ、これがフィリオンの IPR チャートね。この中で勝負してねということですね。この中でね、先生方が考えてる。で、さらに、まあ、よく考えた方がいいのが、ちょっとね、目的は何なのってことなんですよ。もともとこの IPR の目的何ですか、何のためにするんですか、まあ、目的はまず一つはスペース確保ですね。じゃあ、スペース確保のために IPR するとします。3番と2番の間で1箇所、2番と1番の間で1箇所、1番と1番の間で1箇所、1番と2番の間で1箇所、2番と3番の間で1箇所。で、これを、もしね、0.5mm、これ 5mm ですよ。0.5mm を1,2,3,4,5 箇所したとしても、わずかね、2.5mm なんですよ。わかります ?0.5mm という量はね、価格だともうダメですよね。上額だとギリ。それを5箇所行っても、2.5mm ってね、こんなもん。こんなもんですよ。これじゃあね、創生の改善できないんですよね。つまり、もしスペース確保のためだとするならば、IPR をするよりかは、むしろ速報拡大してあげたりだとか、アップライトしてあげた方が全然スペースは取れるんです。はっきり言うとね。じゃあ、IPR の目的って何なの？携帯修正。やはり不正光合なんで、携帯が整ってなかったりとか、あと歯と歯の間の不潔な領域があるんですよ。少しこう表面がザラザラしてるとかね。そういうところの形態を整えてあげて、カリエスのリスクを取るとか、そういうところの意味の方が大きいのかもしれない。あと、フィニッシングのちょっと時にはですね、ブラックトライアングル、ここの時には、ブラックトライアングルをなくしてあげて、清掃性を上げたり、親密性を向上するという目的が大きいんじゃないかと思います。IPR ということによって、これぐらいのスペースが取れれるんですけど、これしかないの、逆に。なので、清掃性を上げるとか、不潔域を取るとか、形を左右均等に揃えてあげるとかですね、最終的な工房を均一にするとか、まあ、そういう形態修正、矯正治療する上で形を整えてあげた方がいいよっていう方が、なんか僕はウェイトが高いのかもしれないと。最後、こう、正中線を合わせるとかね、そういうことも、やっぱ IPR の一つの目的なのかなと思うんで、スペースを作るためだけではないのではないかなっていうふうに考えています。あとはブラックトライアングルを直すとかね。なので今日のお話はですね、まとめますと、インビジラインあるある IPR いつするの編ではですね、まずポイントはタイミングは必ずドクターが決める。量はこの1995年のフィリオンの IPR チャートを参考に、初めか中間に並んでる時にすると。並んでない時にはしちゃダメ。なんでかと、綺麗にできないからですね。で、一気に全部の量をするのではなくて、フィニッシングの時に取っておく量を半分ぐらいまず使っておいて、フィニッシングの時に残り使うと、さらに先生方と最後のカードがあるわけですね。綺麗に仕上げるね。の方がよろしいんじゃないかなと、戦略上いいんじゃないかなというふうに考えています。
で IPR の目的はスペースを作るというのもあるけれど、まあこれぐらいの量しかできませんので、目的としては形態修正、つまりきれいに仕上げるには左右に合わせてあげるとかね、形をきれいに整えてあげるということで最後の工法をきちっとする、もしくはブラックトライアングルをなくして清掃性を上げるとか、そういうフィニッシングを良くするための目的も加わってるんじゃないかなというふうに考えています。今日のまとめはこんな感じですね。でこの後僕のオンラインサロンの方で IPR 実際にどういうインストゥルメントを使ってどういうふうにしているのかというのをお話ししたいと思います。オンラインサロンはですね、現在国内最大のインビザラインアライナー矯正治療を学びたいという先生が集まっていて、約300名の先生がお集まりいただいているサロンです。先生方ももしインビザラインアライナー矯正治療を学びたいなと思う方がありましたら、ぜひ概要欄の方からリンクがありますので、そちらの方をご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。今日の内容がもし面白いなとためになるなと思った方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。またね。